こんにちは、久しぶりのレース楽しみにしてきました、たくさんの投票に応えれるようにあの自分にできるレースを精一杯走って、元気な姿を見せれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。の最終日第10レース、シリーズ初一着、復帰戦初一着が上がりました大山千尋選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。1個目キューティートとプレゼントです、はい、ありがとうございます。はい、持っていただきました。スイート結構早かったみたいですね。早かったらしいですね、では一緒に振り返って6号艇大山千尋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、花束も緑で。あ、本当ですね。それ知らんかった6号艇やからね。ありがとうございます。さあ、ドリーム戦ですよ、はい、今のお気持ちは。いや、もう選んでいただいて本当に嬉しいです。いや、そんな中もテニスタモーターはいかがなんですか、手応えは。出足がいいかなと思います。出足は気に入ってるかなと。はい、あとはもう全体的にこの後の作業としてはプロペラの方向性は今のもらったままでいこうかなと思うので、はい、そこから微調整かなと思います。はい、さあ、そんな中6号艇ですけども、はい、コースは、はい、6コースから行きます。6コースから急にブイッと出たりは、はい、ないと思います。ないと思います、はい、その中やっぱり地元ですからスタート感いかがでしょう。そうですね、はある程度行きたいと思います。まあ、ある程度行って6コースからでも自分が攻める気持ちで、はい、まあ、展開つければいいなと思います。はい、さあ、その中も豪華なメンバーでございますので、はい、大丈夫ですか、いじめられてないですか全然、はい、大丈夫ですか、ないです。横手の石野さんとか大丈夫ですかすいません、大丈夫ですか、優しいですか。はい、優しいです、はい、さあ、ということで6号手ですから、ここの一層まず気合い入れて、はい、頑張りたいですね、はい、さあ、それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、地元なので精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。6号手大山、一着は6号手大山千尋選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。シリーズ3勝目、3つ目のキューティートとは雪だるまバージョンで、はい、ちょっと暑いんですけど、ね、暖かいですけど、はい、ありがとうございます。涼しくなってください。はい、ありがとうございます、はい、ではレッスンを。準優勝戦仕上がりいかがでしたか。はい、一番良かったです。あ、そうなんですね、はい、特にどこが良かったですか。そうですね、グリップ感と伸びも良くて、もう全体的に上位ぐらいはある気がしました。そうなんですね、はい、そう、福岡 G1 エースでさらに自信深めます。プローム福岡千尋大山。こんにちは、チャレンジカップに出れることに感謝して一走でも多くいいレースします。応援よろしくお願いします。 SCC、こんにちは、大山選手。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そしてファンの皆さんの気持ちを代弁します。待ってました、お帰りなさい。ありがとうございます。ただいま帰りました4ヶ月ぶりの実戦復帰ということになりますけれども、はい、あのそのお休みの最中にですね、このレディースオールスターの中間発表があったりとか選出が決まったわけなんですけども、はい、それはどんなふうに受け止めてましたか。そうですね、入院中にあの順位の発表があったんですけど、去年は F2 と休み、あの怪我の休みで半年ぐらいしか走ってなかった中でこれだけ投票してもらって、うん、1万7000票を入れてくれた方たちがあの復帰待ってくれてるんだなと思って、入院中すごく励みになりました。そして今できる最善の準備で、まあ、今節は臨んできている感じですか。そうですね、はい、はい、間に合ってよかったです、うん、例えばあの